2022年春 TBS 系列で日曜21時から放送のドラマ日曜劇場マイファミリー。動画視聴者の方からのリクエストで、ハルトが吉野がいる場所へ向かった際に使ったスマホトリックを解説してほしいというものがありました。理解力の高い方なら、もしかしたら一度でしっかり把握されている方もいると思いますので、そういう方にとっては不要な内容かもしれません。その場合はスルーしてくださいね。ですが、私もこの内容を作成してみて、なるほどそういうことかと納得できるところもありましたので、ぜひ一度ご覧いただければ幸いです。今回はこの内容をお話しします。動画の概要欄にも目次がありますので活用してくださいね。草壁と葛城が協力し始めたタイミング、これは見解が分かれそうなんですが、第9話で葛城の見解と真っ向から対立してワンマンショーかというぐらいに喋りまくっていた草壁。でも三崎事件は、草壁の見立ては東堂と春人の共犯で、小春事件は東堂秋の狂言誘拐だったんですよね。だから間違っている。草壁があまりにもな間違いをしている状態だったので、草壁と葛城は裏で協力して吉野を追い詰めているのではという考察が出ていました。でも僕の見解では、第9話時点ではやっぱり草壁と葛城は手を組んでおらず、最終話の途中から手を組んだだと思いました。葛城が吉野に違和感を覚えたのはタブレットの瞬間だったと言っていました。いつ気づいたと吉野から言われて、この時だと葛城は言っていました。葛城が本格的に吉野を疑い始めたのはここからだったというふうに捉えたんですが、違いますかね。葛城と草壁が本格的に手を組んだのは、葛城が友果へ犯人は警察の人間というメモを渡した鳴沢家でのことだったようです。ここから後も草壁は春人を疑い、春人を捕まえようとしているように見える行動をとっていますが、それはすべて演技だったということです。吉野にバレないようにする作戦だったということ。短時間に吉野が本星の可能性が高いことを聞いて、そのために行動するように決めた草壁もそれなりにできる男ってことになりますね。葛城は犯人から連絡がある予定の翌日10時までに吉野が本星確定したら、極秘裏に B 班を立ち上げ、人質の救出と吉野の確保に動こうとしていた。葛城は翌朝、美咲の通話記録の中に吉野の電話番号があることを発見し、本星であることを確信して B 班の立ち上げになったんですよね。この B 班が吉野がミチルと東堂を監禁していた場所へ突入した葛城たちということになりますね。A 班は吉野に動きを悟られないために動いていた春人を追うグループで、こちらが突入したところには春人と東堂のスマホを持った三輪がいました。草壁は吉野を騙すために行動をしていて、葛城は B 班を結成し、密かに吉野に迫る行動をとっていたということですね。春人のスマホで真犯人と通話。東堂を引き渡すと約束した10時に、春人のスマホへ真犯人吉野から電話がかかります。カエルの待ち受け画面は春人のスマホです。行き先を告げられ現地に到着。10時半に春人のスマホの電源を入れると吉野から電話。東堂を拘束し気絶させろとの命令。GPS を警戒した吉野から通信機器は持っていくように指示を受け、東堂のスマホを春人は持っていきます。東堂のスマホは茶色のケースです。これは後で重要になりますので覚えておいてください。
ハルトのスマホの犯人との通話は繋いだままにしろと言われ、そのまま車へ。ミチルの居場所の住所を教えられ、ハルトとミワはそこへ向かいます。ここでお礼です。今後もこのチャンネルが見つけやすくなります。チャンネル登録と高評価ありがとうございます。ミワのところへカツラギから連絡が入る。ミチルの居場所として教えられた住所へハルトとミワは向かっていたのですが、ここでミワのスマホへカツラギから連絡が入ります。ハルトの乗る助手席とミワの運転席の間に置いてあったスマホをハルトは手に取りました。そこにはカツラギからのメッセージ。ハルトのスマホの待ち受けはリビットウォーカーのカエルの絵なので、これはミワのスマホと思われます。ハルトのスマホはダッシュボードに固定され、ずっとヨシノと通話中です。なぜミワのスマホにカツラギからメッセージと思うんですが、おそらくハルトへ連絡しようとしたら繋がらなかったからだと思います。ハルトの電話はずっとヨシノと通話中だったためです。そこでカツラギはミワのスマホへ連絡した。ミワとハルトが一緒にいることは警察でも把握していました。この日の朝、警察ではハルトから東堂へメッセージが送られ合流を図ろうとしている。ミワの行方もわからないという話が出ていて、草壁もミワも一緒かと言い、それをカツラギも聞いていました。犯人の位置情報を特定したというカツラギへ、私もそちらへ行きますとハルトはメッセージし、ミワにもそのやり取りを見せました。ハルトはカツラギの車が近づいたのを見て、ハルトは東堂のスマホをミワへ預け、カツラギの車へ移ります。この時、ミワのスマホをハルトは持ったままです。この間、声に出してしまうと吉野にバレてしまうので、喋らないようにしていたようです。ハルトとミワのスマホトリック。ミワの乗る車は、茅ヶ崎市芹沢の住所の場所へ到着します。真犯人のパソコンが映り、この中にミチルがいるのか、というハルトの声が電話越しに聞こえます。ハルト、ミワ、別れて探そう。ミワ、わかった。というやりとりが電話から聞こえます。この時、ハルトはミワとは一緒にいません。ですが、犯人にはミワとハルトが一緒にいるように声が聞こえています。どういうことなのか。ハルトのスマホの映像は建物内を探すように進みます。ミチル、ミチルと叫ぶミワの声。落ち着いた声で、ミチルはどこだと聞くハルト。その奥の階段を降りた部屋です。と機械音声。すると、その部屋にテーブルがあり、そこに探さないでください。の置き手紙。ハルトがその文字を読み上げると、そこから犯人が、小春事件が狂言誘拐であったこと。東堂が不倫していたこと、自分は東堂秋であること、東堂の不倫相手がミチルだったこと、ミチルが逃げたこと、つまりミチルと東堂に罪をなすりつけるための話をします。その後、草壁の突入しろという命令で警察が建物内に入ります。まずは三輪が警察に囲まれるシーンが映されますが、同時にハルトが吉野のいる部屋に突入しました。ハルトは三輪とは別の場所へカツラギと一緒に来ていました。三輪とは全く別の場所にいる状態です。東堂とミチルは伊勢原セミナーハウスに監禁されていたようです。探さないでくださいの手紙が置いてあったのは三輪が行った場所。では先ほどまでの犯人とハルトのやりとりはどうやって?というと、三輪はおそらくずっとスマホ2台を重ねて持っていたということですね。
茶色のケースのスマホは東堂のものです。もう一つのカエルの待ち受けはハルトのスマホ。三輪はこの2台を持っていました。ハルトのスマホ、これは東堂を引き渡した後からずっと吉野とのビデオ通話がつながったままです。東堂のスマホ、こちらはハルトとビデオ通話がつなげてあった。三輪はこの2台をずっと重ねるように持っていた。一方、ハルトは借りていった三輪のスマホを持っており、東堂のスマホとビデオ通話をつないでいる。犯人から指示された場所へ向かった三輪の見ている景色がハルトから確認できるようにしていたということですね。ハルトは東堂のスマホを使って三輪から送られてくる映像を見ながら、三輪スマホ、東堂スマホ、ハルトスマホと経由して吉野と喋っていたことになります。三輪がずっと東堂のスマホとハルトのスマホ2台を東堂のスマホからハルトのスマホに映る映像が見える状態で重ねて持ってくれていたから、犯人からの機械音声もハルトには聞こえていたのだと思います。そうやってハルトは騙されて指示された場所へ向かったと吉野に思わせておいて、実は吉野のいる場所へ来ていたということでした。吉野の居場所についてはすでに警察が把握していたが、ハルトがその場所へ向かっていると吉野にバレると逃げられてしまうため、離れた場所にいると錯覚させるためにこのような作戦を取ったのでしょう。最後にハルトがネタバラシしてましたね。三輪のスマホを手に持ち画面を見せると、そこには三輪を取り囲む警察が映っていました。これは三輪が持つ東堂のスマホの映像ですね。わかりやすい絵を描いてくれている方がいました。監禁場所ではハルトが三輪のスマホを持っています。ハルトの三輪スマホと三輪が持つ東堂スマホが通話をしている状態です。三輪はもう一つハルトのスマホを持っており、ハルトのスマホは犯人である吉野のスマホと通話をしている状態です。ハルトのスマホと東堂のスマホは映像と音声を共有しており、そこからハルトへ映像と音声が送られていたというような状態です。カツラギからのメッセージが三輪のスマホに届いた瞬間に、このスマホトリックを思いついたハルトもすごいですが、そこで言葉を交わさずに画面だけ見せられてやることを理解した三輪もすごいです。もしどちらかが鈍感、頭の回転が遅い人だったら、おそらく失敗していたことでしょう。いかがだったでしょうか。わかりにくい説明で申し訳ないです。皆様がこうなっていないことを願います。ハルトのスマホ壁紙、こちら公式でプレゼントされているようです。この壁紙を設定して、そして着信音をあれに設定したら、鳴沢ハルトなりきり体験ができますね。誘拐は体験したくないです。